お昼ご飯もかけて4番乗り場、これが14時30分発あの行きだと思います。まさかここに乗りますかね、こういう感じの車内です。高松から来た渦潮号ですね、同じ渦潮に乗ってきた、もっと朝早い便に乗ってきたんですけど、高松発の高松からの渦潮号が今度高松に、徳島から高松に戻るそうです。同じような運行体系で行ってるんですね。運行している列車は2両つないでるんですが、後ろっていうか横の方の列車は回送扱いのため乗れないくらい列車です。一応同じようにワンマン阿波池田行きにはなってるんですけど、回送扱いなんで乗れないということだそうです。あまりにも遅いので高速バスでワープするという手を考えようかと思っています。バスの乗り場はこんな感じ、行ってみましょう。獅子喰のホテルに着きました。左に見えてるのが道の駅獅子喰か獅子喰か分かりませんけど、そして目の前にはここはなんだっけ、太平洋って言っていいのか、太平洋じゃないな、向こうは見えないけど多分見るとなんだっけ、和歌山県なのかな、分かんないということで、こういう風な感じの部屋です。